年の初めに警察官の士気を高める士悦式が今日奈良公園で行われました。士悦式には県警の9つの部隊からおよそ300人の警察官が参加しました。はじめに各部隊の服装や警察手帳、手錠など日常の装備を点検した後、逮捕術の訓練に取り組みます。落ち着いよ、落ち着いよ。今年はラグビーワールドカップの開催なども控えていて、デモ対策や交通整理にあたる管区機動隊が統率の取れた動きを披露しました。挨拶に立った遠藤県警本部長は、去年県内の交通事故発生件数が減少したことを挙げながら、日本一安全で安心して暮らせる奈良の実現に向けて、一人一人が職務に邁進してほしいと訓示しました。今年も警察官たちは治安維持に向けて職務に当たる決意を新たにしていました。